今回は、もしもハンドラー・ウォルターがスレッタを拾ったら、に対する反応集をご紹介します。スレッタ・マーキュリー、仕事の時間だ。野田向き。水星本編よりマシな感じがするのはなぜだろうか。ウォルターが欠け寝なしの善人だからじゃないすかね。18話の宇宙浮遊の時に偶然拾われた感じかこれ。水星世界基準でも十分頼りになる大人なんすけど、他が頼りにならなさすぎるだけなんだよなぁ。むしろ廃棄されたガウンの子に名前つけそう。こっちのパパの方が愛を感じそう。ウォルターパパはフロム界屈指の聖人だからね。脳内彼女ができるのか。イグアスがグエルポジになるのかな。け、調子に乗るなよ、田舎者。イグアスのセリフの、野良犬、を、田舎者、に置き換えたらまんま初期グエルだな。憧れをこじらせたのがイグアス、憧れでこじらせたのがグエル。解放ルート一択か。いろんなルートでスレッタがどうするかを見たいかも。スレッタにさっくりやられるミオリネモトイメーテルリンクさん。ラスゲイ、戦友。理由なき強さほど危ういものはないぞ。どうやら、君の背負ったものも軽くはないらしい。ようやく君を知ることができた。スッラ戦の時に、ウォルターさんはそんな人じゃないです。前のパイロットのことも大切にしていたはずです。って言いながら戦いそう。おじいちゃんはそういうこと言われると自責の念に駆られて、今までやったあれやこれや懺悔してしまうライナーみたいなキャラだからやめてあげて。スレッタ、止めに来たんだよ。カッコ初期ブレ住所プラミサデスワーム砲装備、ママ仮面、キャリバ。エリーナにあれ、エアリアル、勝てる気がしない。アイビスシリーズと謎の共鳴をしそう。脳を焼かれて独立妖精として荒稼ぎして、ミオリネと声がよく似たベスター隊員も撃破して、最終的に整形を焼くカッコワルビコン解放をアコーラルリリース。手から戻ってきたスレッタを見たミオリネさんの顔よ。ハンドラー・ウォルターも強化人間じゃない脳手術して強化人間にする下道にはなれないと思うので、621のウペコ見習いとして頑張ってほしい願望。謎の情報源を持つスレッタさん、エアリアルとは別機体に乗っているのに幻聴が聞こえてくる。レイブンの日ルートだとクイーンハーバーの剣で塞ぎ込んでるミオリネに、私なんて星一つ軽く焼きましたよ、とか言うんじゃなかろうか。ルビコンの魔女？レイブンの日ルートだと戦う理由を見つけてるからそういう言い方はしないさ。ただ何も言わず側にいてくれるんやスレッタ621は。レイブンタヌキ、あの、メーテルリンクさん、ミオリネ、スレッター、誰よその女、レイブンタヌキ、ひぃ、ごめんなさい間違えました。ルビコニアンデスワーム戦でスレッタも加わって一緒に戦いたい。レイブンとエアがコーラルに反応するように、スレッタも何か感じてそう。エリクト、キューボ、スレッタのアーマードコアをガンダムで倒す方法。水星の魔女もアーマードコアも好きだけど、機体スペックでガンダムには勝てないだろ。ネクストでワンチャンあるかどうかのレベルだと思う。ネクスト相手だと逆に勝てんでしょ。クスイガンダムとかそのレベルだぞ。高性感航行できる文明 VS できない文明だからモビルスーツ殴り倒しかねん。個人的にはパーメットとコーラルが合わさる方が怖いが。ネクストは人型機動兵器なのに当たり前のように音速近くの速度で動いて、クイックブーストとかの瞬間移動速度はマッハを超えて、最高速度はマッハ7とか出せる化け物兵器だぞ。常に今作でいうパルスアーマーを張って、エア以上の速度で動いている化け物兵器。文明のレベルが純黒歴史かっこターン A 制作時代、レベルなんですよ。水星の魔女世界の文明ではバスキュラープラントみたいな星の半分ぐらいの高さのある建造物を短期間で作れるとか絶対できないしね。というかアーマードコア6世界、建築技術が桁外れすぎんか？バスキュラープラントみたいな星サイズの建造物を短期間で作る作品ってなかなか見ないぞ。アーキバス一社だけで水星の魔女の企業全部以上の力あるよね。
まあけど民度は水星の方が高そうだし。割と芯を持った星人だらけだぞ。オールマインド？スネイル？知らない人ですね。アーマードコア6は今までと比べたら結構良心的な人が多い。戦争シェアリング、まあ武器に関しては常識的な面が大きいんだよな。 AC って、レーザーとパルス兵器が特殊枠で他は普通の策薬兵器だし、小島粒子でいろいろやってるネクストが設定上一番おかしいだけで。実弾禁止されてるから住所もデスワフォーも2連グレも禁止か、きつくない？ほら、禁止されてるのは宇宙だけだし、あとミサイルは禁止されてないっぽいから。コーラルは実弾に含まれますか？ならばコーラル装備で身を固めよう。コーラルジェネレータに黒月光、コーラルライフル、コーラルシールドでエアチャン付き。そもそも企業がルビコンにやってる所要を見たらそんな条約礼儀正しく守るように思えん。下手したらアーキバス以外廃止に向けて総動員で圧力すらかけてきそう。そもそも企業が封鎖されてる星に密航、不法占拠してる時点で守るわけないんだよな。ルビコンでエンディングを迎えて、なんとかして戻ってきたスレッタってもう以前の面影なくなってそう。傭兵生活で殺し殺されの殺伐としたやりとり、裏切ること裏切られることの連続でスレッタになっちゃうよ。それまでの愛嬌のあるお友達や接し方から、どこか疲れた様子や隠しきれない負の感情が滲み出てるかもしれない。最初の方のテスター AC 撃破の、コールサインが欲しかったなぁ、って大ダメージ受けそうなんよね。テロリストとかの題目唱えられない、純然な襲撃だし、ボルター、なんとかしてボルター。スレッタの AC 野戦はどんな感じだ？傭兵生活するなら実弾系も普通に使えそう。最初はビーム兵器との癖の違いに戸惑うけど、すぐ使いこなすでしょ。機体構成はエルカの性のパーツで継ぎはぎしてそう。なんとなくあれの見た目がガンダムっぽい。ガンダム失ってルビコンに来たから、わずかでもガンダムの面影感じられるようなパーツ構成にしているのが想像できる。ところでこのボルターは何燃やしたいの？水星世界的に元バナディース関係の人間とか、議会連合とかクワイエットゼロとかの悪用されるガンド技術に、ガンドが見せる夢は見るべきではない夢だったって考えてるとか？ボルターの目的はコーラルの殲滅で一貫してるから、ボルターに従うならルビコンの全てを焼き払うことになるな。残っていた住民も、企業の兵たちも、それまで一緒に戦ったり関係を持ってきた人たちも含めてその全てを、エアに従っても今度は直前まで一緒に仕事をしたり、助けてくれた人たちをボルター含めてにかけることになる。オールマインドの話に乗るとこれまでの人たちの死を乗り越えてコーラルを全宇宙に解き放つことになる。エアは一緒にいてくれるけど、同時に宇宙にコーラルが巻かれ、争いの火種が宇宙規模で広がる。まさに際は投げられた。元の場所に戻り、ミオリネとの再会を考えるスレッタにはどれも地獄みたいな話だけど、そういう観点で見ると、コーラルリリースはある意味最も恐ろしい結果になるかもしれない。ならないかもしれない。とりあえずエアは一緒についてくる。そういやコーラルって可燃性のパーメットみたいなもんか。ただの危険物だな。まずは執行してない危険物を強い免許を探すんだ、スレッタ。パーメットは成型薬ほど増殖しないよ。そもそもコーラルジェネレーターが中のコーラル燃やしたら、少量残ったコーラルを真空状態に置くことで爆発的に増殖させてまた全開する仕組みなんで普通にヤバすぎる。見えたら一つ、進めば二つ、落とせば2000万、4000万、6000万、8000万、1億。エアスレッタの呼び方は、レイブン、なのか、スレッタ、なのかでだいぶ印象変わる。あとスレッタはなんとなくだけどエアの存在をボルターにも話しそう。ルビコンさんが水星の隣とかにあったら太陽系が消し飛んでいたという恐ろしい事実。ボルターをお父さんを父さんと慕うスレッタは想像できすぎる。なおボルターは曇る。お父さん、よりは最後の最後で言うパターン。
エリクトに捨てられた時みたいな泣きが入った声で言ってほしい。普段は、ウォルターさん、とかの方が多そう。この動画は、青木清浄なる世界を作る組織、ブルーコスモスと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。